配りしております。これお財布かと思ったらポーチです。こんなにバカッと開きます。こんにちは、うさんこです。今日は女子文具博で可愛い布物たちを探しに来ました。ステッカー見つけちゃいました。じゃじゃんじゃん、こんな感じで布に貼れてます。で、貼り方はじゃん、これ転写シールになってるんです。子どもの頃こういうのあったと思うんですけど、あのフィルムを剥がして布の上に置いてコインでこすると転写できるっていうタイプです。さらにフェイクレザーレンジ、こっちはコーデュロイにフェイクレザー、うん、あ、違う、スウェードだ、スウェードアレンジです。種類がたくさんあります。お値段もお手頃なので、これは作るより買っちゃいたくなっちゃいます。へー、すごい可愛い。これお財布かと思ったらポーチです。こんなにバカッと開きます。すごい。移動します。で、フォートにしたいときもここを引っ張ってもらうと、あ、なるほど。一瞬で展示して縦紐が余らない。さっきのあのステッカーがこんな、これ何ですか？これですか？木の板に。あ、木の板に。布を貼って。へえ。めっちゃ可愛いこれ。あ、へえ。つけてから。うんうん、ご家庭だと10円玉とかでこすっていただけると簡単にあります。これぐらいでゆっくり、あ、すごい可愛い。あ、抑えるとしっかり出します。あ、なるほど、すごいこれ。からそっか、重ねて組み合わせて貼れるので、こういう円形のものを買って猫ちゃんとか買うとオリジナルのデザインになります。あ、やっぱり可愛い畳べりです。これ最高に可愛い。すごいかわいい、読書の気分が上がるしおりです。こんなに素敵なしおりがあります。すごいかわいいブックカバーです。すごいかわいい、あ、めっちゃかわいい。これ布選びのセンスが素敵すぎる。すごい。これは小学校時代にお世話になった学習帳のポーチだ。裏はマス、中はこんな感じ。あ、私より年上のお道具箱です。じゃんじゃじゃーん。なんか使ったことはないような気がするんだけど、懐かしい気持ちになります。で、すごいこちらポーチかわいい。両ファスナーポーチで使いやすそう。ペンも入ります。中はどんな感じかというと、中はこんな感じと、3色は先行発売品。めっちゃすごい。わあ、地図を布に印刷して布ともにされています。すごい。
うん、これは浅草らしいです。で京都で、でこっちが大阪、ちょっと地名が読めません。同じような感じで蒲口があって、御朱印袋とかもあります。戦利品はこちらです。まあちょっと手芸アイテムっていうか布系はこのブックカバーとしおり、あと畳べりのクラッチバッグはワークショップに参加してきました。あとは便箋と、これは消しゴムのアドベントカレンダーを買ってきました。いろいろ買えて楽しかったです。